せーの、アメージングレディオパフォーマンスオンザウェブ始まりました。アメージングレディオパフォーマーズオンザウェブ、4月27日です。世の中的にはゴールデンウィーク突入ということですね。今年のゴールデンウィークなんと10連休だそうで、すごいですね。妹も休みなので2人でまた両親に会いに行くかもしれないなと思ってるんですけど、飛行機、まあそりゃそうだろうな、飛行機混んでる。まあなのでね、まあもしかしたら日本でおとなしくしてるかもしれません。あ、しんじ君、日本にいたら一緒に遊んであげますよ。ありがとう。今年はね、年号がこう変わったりする瞬間あったりしますし、まあいろいろね、記憶に残るゴールデンウィークになりそうですよね。まあお正月休み、お盆休み、ゴールデンウィークと三大メジャー休みの初日の夜ということで、だきっとね、日本全体がこう喜びに満ち溢れている時間になってるんじゃないかなと思いますが、リスナーの皆様はいかがでしょうか。星野、はい、俺らの冷たい目線に気づいてない？ん、星野さん、お前も大人なんだからさ、そんなそう軽はずみなこと言っちゃいけないよ。軽はずみ、いえいえ、ゴールデンウィーク、ゴールデンですよ、これ喜びに満ち溢れるでしょ、そんなの。いやいやいや、じゃあさ、この番組、今このオンエア流れてるこの瞬間な、誰が送り出しをしてくれてるんだよ。ん、あれでしょ、こう全自動ラジオ放送ロボみたいなのがこう働いてるわけないね。ないでしょ。ないね。早い、うん、察するのが早い。つまりこの時間も働いてる人がいるというわけですね。そうだよ。ピンポン。このお部屋って4月27日ですよね。あ、そういえばダイヤ君とレイジ君、レベルクロスでショールーム生放送だっけ。そこよ、うん、今もう何がゴールデンウィークだよ。またレイジの貴重な休みがさね、ゴールデンウィークに働くのって、うん、レイジたちまだ社会人ってわけじゃないんだけど、はい、ゴールデンウィークこの野郎感みたいなのね、ちょっと早くも感じるんですよ、レイジたちは。まあこういう経験をするとさ、ARS のみんなの中にもゴールデンウィークでも仕事っていう人もいるだろうなってことにやっぱ思いを馳せることができるようになるんだよな。そういうことだから、ゴールデンウィークだからといってね、公共放送 でこれ公共放送ですよ、星野さん、分かってますかね。日本放送協会みたいなもんですよこれ。ではない、ね、ではない、いろんな人がいるんだよってことを考えたことがあるのかと、うん、はい、もう分かりました、分かりました、頑張ってください。しょうがねえな、サブメンバーが、みんなが待っているので、しょうがねえな、よろしくお願いします。またそこよ、ね、仕方ないから僕も出ようかな。やっぱり店長さんいないとなって声も多いし、レオン以外はそんなことできないからね、大丈夫ね、お前ね、早く休みだからママに会いに行きなさい。そっか、ね、まあ、何にせよ俺は初めてのショールームだから、まあ、ちょっと楽しみでもあるんだけどな。なるほど、もうちょっとね、知らなかったとはいえ大変考えて失礼しました。でもね、これサブメンバーはほら、さらにゴールデンウィークだし、まあね、このショールームもあるしで、もうめちゃくちゃ高ぶってると思いますよ。それは俺らも一緒。あ、一緒だ、うん、うん。サブメンバー ARS に会えるのはやっぱみんな同じだと思うけど、いつでも楽しむ、うんうん、まあ、レベルクロスの2人の会話ってさ、実はあんまりライブとかでもないよね。しんじ君、多分ね、公共の場で喋ったらあかん感じやからと思いますよ。なんだよそれ。そういうことか、公共の場であかんやつって。いや、まあいつも部屋で喋ってるから、改めてみんなのいる前で2人で喋るっていうのはなんかちょっとね、ほらあれだよ、照れるっていうかさ。まあ、ラジオでね、レベルクロスの2人の会話っていうと、まあ、すぐレイジ君がこう、ダイヤが掃除しとけ、掃除したいんだろみたいなこと言っちゃうわけでしょ。だからそう思ってんだもん。普段でも言ってるけどな。言ってる言ってる、うん、まあ、そうなんだよな、レイジが部屋でいる時みたいにボソボソ喋ってもあんま番組的じゃねえし。いやいやいや、全然別にボソボソ喋ってないし、ちゃんと伝わってるでしょ、普通に喋ってんですよあれ。わ、ね、かりますか。いや、でも本当ダイヤさんとレイジ君がどんな感じでショールームで話するのか楽しみですね。僕も絶対見ますね。いや、まあ、見てくれるのはいい、見てくれるのはいい、全然構わない、うん、よかった、今なんかレオンが僕絶対行きますからって言うのかと思っちゃってさ。あ、絶対こいつだったら行ってきそうじゃん。そう、意外に謙虚だなって今思った。ね、今脊髄でツッコミ入れちゃった。見に行くわ。まあ、あのね、アシスタントのね、本当優秀なアシスタント今回いるんだよ。おー、アシスタントなんかいる、いる、名前がね、ダイヤって言うんだけど。はぁ、お前何言ってんの。いい番組になると思うよ、ね、まあまあ言わせとけ言わせとけ、はい、ということでゴールデンウィーク初日ですが、星野さん、はい、星野さんはどうしました。なんでそれ、あの冒頭に言うんだ、しんじ君は急に星のような振りが。なんかエンディングの方はレオン君なんだけど、いや特に理由はないんですよ。何、やだやだ。いや、星野さんは
もしショールームに出ることになったらファンの方とどういうお話をしたいですか。え参考までいいな。本当に聞きたいことがあるなら聞いてもらっても構わないのだが聞きたいそれ一応参考までいいな。どういう話をするかショールーム出たら、そうそうそう、やっぱその話し家としてプロじゃん。だその話し家としてのね、でもできれば、うん、やっぱりもう一人だと成立しないと思うんで、うん、コメント出るでしょショールームってコメント出るよね。出る出る出るよ、うん、コメントをすげえひたすら読みたい。あ、うん、読まれたら絶対嬉しいでしょ多分みんなと ARP の前、まあ、じゃあそれコメント来るまで黙ってるってこと。もちろん。え画面に星野がずっと座ってるだけの映像が出るわけ、うん、でもなんかそう東京タワー来たら東京タワー来たって言うけどね、うん、あでも星野さんやったら得意の早口でたまにお便り読んでくれるやつあるじゃないですか。だから全部読めると思うよ、ね、すごいスピードでみんな全部読めるかもしれない。あこんにちはこんにちはこんにちはありがとうありがとうみたいな。でもこの5人で言ったらあの神々ランキング第2位じゃん。え2位？ 2位だろ。いや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 3位だわ。1位じゃないですか。1位はお前1位はお前だよ間違いない。で星野の考え2位は違うよ。2位はダイヤくんじゃない。え俺そんなことない。うん、あいやでも意外とみんなまんべんなく噛んでるよ。いやレイジ噛まないでしょ。いやレイジくんは噛んでるよ。噛んでるけどそれが恥ずかしいから編集でやり直す時があるから。えなんでそういうこと言うの。そうじゃんだってそれは壊れからそれ編集してくださいみたいな。そうだからね。あ、そう、シンジ君もある。まあまあ、確かにそんなこと言ったらみんなそうじゃないですか。え、僕ないですよ。いや、お前お前は噛んだまま進めてるからだよ。いいよね、その方がいいよね、噛んだまま進めた方がね。はい、いや、だってさ、噛み直すのに嫌だよね。普通に喋って噛む時だってあるよ。いや、それもちろんそう、うん、そうだから特にラジオなんて、うん、そんな完璧に一字一句全部噛まずに言うなんて、それはね、なかなか難しい。でもお前噛んだら絶対取り直すじゃん。言わないであげてよ。もうイメージがありますので。じゃあ言わせないで。そこ裏のカミカミランキング1位シンジ君ですか。いやいや表裏お前だから。表裏一体お前は1位、うん、でもね、うん、いいのいいの、あのいいよ僕が全部噛んでるってことでもいいんだけど。逆にでもそれを今皆さんがこの事実をね聞いたことによってまた新たな楽しみが出てきてしまいます。えどういうこと。何ですか。まあ、今までのお話、ラジオをね、うんうん、また1話から、ね、聞いたりしたら、あもしかしてここで噛んでたのかなとか、確かにちょっとっていう想像しながら確かに聞けるっていう。そんなマニアックな楽しみ方ある。かもしくは本当に噛んでるところをこう、ね、数えるとか、ね、あなるほどね。いやこれ、うん、それはちょっとでもそれさマジでやる人出てきそうだからやめようぜ、まあ、やめまあまあまあ、まあ、もうこの話やめようぜ、うん、でもほらショールームは伝わればいいんですよ。生放送でしょ。生放送だからね、うんうんうん、編集できないんだから。そうそうそう、もう噛んだら噛んだでそういうところも楽しんでいただければなと、まあ、生放送だね、はい、思います、はい。じゃあ番組紹介、じゃあ新地くんお願いします。噛まずにスラスラと行くんだろうな。プレッシャーですよ。じゃあ今日は編集なしで、はい、ノーカットで。いやこれ毎回カットしてるみたいな言い方やめてよ。そう語弊が今あるな。あのね、うん、ぶっちゃけそんなにみんな噛んでねえから、はい、さあ行きましょう。この番組は僕たち ARP がライブや音楽のことその他にも僕たちの日頃考えていることとか気になること、もちろん ARP の活動情報などなどお届けしていこうという番組です。お送りするのは ARP シンジと ARP レオン、レベルクロスダイヤ、レベルクロスレイジ、ナビゲーター私星野拓也でお届けします。楽しかったですね。
てが欲しいよ。今日こそはアイムライオン。ユートピアは瞳の中一度見つめ詰まったら最後さ、何もかも忘れてしまいそうな不正な理想最終日の今夜決めてみせる。それでは、リスナーの皆さんから以前いただいたメールをここでご紹介します。ラジオネーム小さじ2杯さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。前回のリワインド開催時、偶然関東にいた友人を誘い一緒にライブを楽しむことができました。彼女にどうだったか聞いたところ、レイジ君にスルメをあげたいという感想を漏らしました。スルメ、美しい外見なのにおつまみを寝転んで食べてそうなギャップがいいと私は解釈したのですが、その解釈も実際のところスルメは好きですか？皆さんどうでしょうか？なんかすごいな、まあ、レイジとスルメ、確かに両極な感じがするけど、シンジとスルメは合ってる気がするな。ダヤ君、それ どういうこと？わかんないんですか、まあ、スルメといえばですよ、やっぱ演歌の定番じゃないですかね、スルメを片手にお酒を飲んで恨み節を歌うっていうね、シンジにぴったり。ほんとプリンセスも待ってるから、そういうやつね、ぜひ早く歌ってくださいっていうね話でしょ。ねえ、スルメって何なんですか？そこか、出た。そっからレオンの家じゃ絶対出なそうだよな、まあ俺らも実態は知ってるけど食べたこともないしな、僕も食べたことないかもしれないな。あ、ふと思ったんだけどさ、サキイカとスルメってどう違うんだろう？まあサキイカはさ、あのなんかなんつうんだろう、甘辛い味付けのさ、コンビニで売ってるなんか柔らかいやつじゃん。でスルメはさ、そうイカをこう干して硬くなった固形物みたいになってるやつじゃない？サキイカも固形物じゃね？いやでもね、まだ柔らかいちょっと、僕もサキイカやったら、近所の人が集まった時にポテトチップスと一緒に置いてあるから、いい発音がすごい英語っぽかったんだけど、ポテトかわいいな。そんな言ってないですよ。言ってない。とか近所の人が集まる時にポテトチップス、もう自分で壺入ってんじゃん。置いてあるから食べたことあるんです。ああなるほど、ね、食べたことあるんだな。いや硬かったですよ。小さい頃歯に挟まって痛くて泣いたことありますもん。あれとは違うってことですか？なんかさ、新師匠は今グーグル先生に早速聞いてくれてるんだけど、まあその間に俺らは話しておきたいんだけどさ、ソフトサキイカってなかったっけ？ソフトサキイカ、
ソフトのサキイカなんじゃないか。そう、それが柔らかいやつじゃないの、さっき言ってた。いやでもサキイカって硬かったら裂けなくね。さ、整いました。お願いします。スルメとアタリメとサキイカっていうのがあって、アタリメもあったな、そういえば。まあ、スルメとアタリメは同じものと、でサキイカは違うらしいですよ。へえ、うん。スルメって結納品にも用いられる縁起物なんだそうです。ほうほう。で、ことぶきに止めるに女と、漢字を当てて、当て字で、スルメって読んだりすることもあるらしくてね。で、日持ちが良くて幸せが続くということで縁起物にもなっている一方で、お金をする、うん、まあ、するから使い果たすとか、で、お金がなくなるとか盗むとか悪いイメージになることもあるので、縁起のいい当たりを使って当たり目とも言うようになったみたいですよ。的な、ね、で、先イカは？ん？もしかして最初はあとイカだったけど、あとイカ、あとイカ、あとイカね、うん、縁起がいいから先の方がいいからみたいなこと？そういうこと。じゃあトロイカは？トロみたいに柔らかいからトロイカ？トロイカ、トロイカなんじゃねえの？いや、なんかちょっとお前らが話してるとややこしくなるから、とりあえずシンジが話進めてよ。なになに？整いました。サキイカはアットサキじゃなくてスルメを焼いて引き伸ばして裂いた商品で、そうだよね、サキイカ、裂いたイカだよね、裂いたイカだから、サキイカだから、まあスルメより柔らかいそうです。でちなみにトロイカはロシアの馬車のことね。わかったかな。まあでもそれでもあんなにさ柔らかくなんないんじゃないの、サキイカ。そう、ある程度柔らかくはなるんだけど、さらに柔らかいソフトサキイカっていうのは、生のイカを使っているらしいよ。はあ、さっき言ってたやつだろそれが。ソフトサキイカ、生なんだ。レイジもさ、サキイカが出るとこうちょっとがっかりして、こうソフトサキイカが出てくるとおっってこう思うんだけどさ、おやっぱちょっと違うんだね。あ、じゃあ僕食べたのはソフトじゃないやつやったんですね。ああ、だから痛かったんや。確かに歯に挟まるとね、ちょっと痛かったりしますもんね。あ、最初に噛み切るのも大変ですよ。もうダイヤさんみたいな人じゃないと絶対無理ですよ、あれ。もうあれどんな意味だよ。食べ物の話はね、伸びるからね、もうこの辺でやめますけれども、まあだからスルメはみんな全員食べたことがないということですね。でサキイカは、だ新次君以外は食べたことあると、いうことなのか、そうなのか。そうですね、うん、まあ、また一つ食べてみたいものが増えたって感じですね。はい、エアレスの皆さん本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて、ハンドルネームサブメンバーちまそんさんからです。いいね、ありがとうございます。突然ですが、お寿司は好きですか？はい。しんじ君は回るお寿司を知っていますか？ちなみに皆さんの好きな寿司ネタは何ですか？私はサーモンです。赤いのでマグロも好きです。いいね。皆さんは回転寿司で何皿ぐらい食べるのでしょうか、気になります。ということですが、これも長くなりそうですが、ちなあ、じゃあこれ、しんじ君は回転寿司知ってますか？いやいや、もちろん知ってますよ。もちろん、もちろん。この間みんなと初めて行きましたけど。星の星の、え、大変だったんだよ、回転寿司。うん、どういうこと？いや、練習の帰りに行ったんだけどさ、しんじ前から行ってみたかったらしくて、テンション高くてさ、わあ本当にお寿司が流れてきてるってな。そうそう、うん、みんなで今日は2000円までOKにしよっかって言ってたんですよ、うんうん、もうレッスンの帰りでお腹空いてたし、うん、そしたらね、しんじ君520円のお皿ばっかり取って高いやつ、ね、4皿ぐらい食べたとこで、レイジ君がしんじ予算オーバーで終了なって言うし、そしたらさ、もうこいつ、そうなの、分かった、ごちそうさまって食べ終わったお皿をこれレールに全部こうしてくれちゃう。それまずいね、坊ちゃん世間知らず。いや、あれであの食べ終わったのをこうまた戻して下げてっていう機構なのかなと。機構ね、他に乗せてるやついなかったの。すごい便利だなって思ったんだよね。いや、タイヤさんが長い手伸ばして回収してギリギリセーフやったけど。いや、まあでも皆さんご安心ください。もう大体ルールは分かりました。大体まだ全然分かってない。楽しかったですね、うん、まあまあな。いや、でも本当にあのいろんなものが流れてきて見てるだけで本当に楽しかった。で、みんながどれ食べようかなって真剣に悩んでるのも面白かったです、うんうん、でね、質問ありましたけど、マックスどれぐらいみんな食べるんですかってありましたけど、いや、僕はあのこの間だけですから1回だけだもん、ね、とか予算がね、それだったからね、みんなで決めた。お前はどうする、お子ちゃまですか、うん、いや、ちょっと待って、あの何ですか、お、宣戦布告ですか。じゃあお前本当どんぐらい食えたんだよ、あれも予算なかったら、うん、どのぐらいいけたの。うーん、4皿まだ余裕でしょ。ほら、お店によってやっぱりシャリの大きさって違うじゃない。
そうなんですか。まあまあそうだろうな、ネタの大きさも違うだし、だからちょっと一概には言えないかな。あなんかステレオタイプの答え方しやがって。またなんか出たな、そのキーワードどうなんだお前ら、何皿食ったんだ。僕は最高15ぐらい。おお結構いくな。うん、いやうちのダイヤやばいよ。俺でもマックスで25皿か、25、うん、ぐらいかな。50貫ってことですか。そうだな。あでもそっか、そう考えるとすごいな、うんうん、そんなに食べれるあ、いやガチでこいつはやばいね。すごいな。普通にでもシャリコマとかじゃなくても25皿ぐらいはいけるかな。すごただやっぱいつもお財布と相談してちょっとはまあ、遠慮しちゃう。それはそうだな。でそれが気にしなくていいよって言われたらもうじゃ あ全然余裕だね。30はいけるね。まあそうか、さすが、うん、レイジはこいつほど食えないもん。レイジはね17ぐらいだと。なんで結構え皿ってこと。皿でな、17缶じゃなくて。いや17皿はいけるよ。お前もいけると思う。いや僕はそんな。なんだよそれいいでしょ。なんでそこだって17ってあれ2つぐらい乗ってもんな大体。いいよ1皿。そっか、じゃあ僕18にするわ。あのねレイジ多分ね調子悪い時で17。調子いいと何この感じ。19いける。あ本当は、本当はだよ。新宿、新宿くん、はい、本当は新宿くんマックス何皿でしたっけ。うん4皿です平和だな数じゃないから、はい、確かに一番高いもんこいつは食ってる。あいやそういう高いとかそういうことじゃない。質で勝負とかじゃない。いやいやそういうことじゃねえの。はい、じゃあちょっとねもう一個いいですか何、はい、これも食べ物の話題かの。ホルムさんからです、ありがとうございます、はい、ARP の皆さんはどのタイプの卵焼きが好きですか、うん、プリンス家はだし巻きタイプなのか。きっとお出汁も料理長が利尻昆布とかから丹精込めたタイプなんだろうなと想像してしまいましたが、皆さんはお砂糖で甘め、胡椒で辛め、変わり種で明太子とか、どのタイプの卵焼きがお好きですか。あ、ね、食べ物です。またっていうかどういうの卵焼きもうまそうなんだけど中でも中でね、あのね両親と時々行くお寿司屋さんあるんですけど、出た回んない回んない絶対回んないよこれ。回んないやつだな、ね、回んない回んないね。まあ、あのそこの卵焼きが美味しいんですよ。ほう、うん、あ なんだっけな、芝、うん、エビのすり身が入ってるって言ってたかな。芝エビのすり身、芝エビ甘くて美味しいんですよえあの干してあるやつ芝エビって。んそれは桜エビじゃない。桜エビか。えでも卵焼きにエビ入ってるんですか。うん、エビ別で食べたいわ、うん、それな、うん、ね、まあでもね何でもいいから、もうレイジも何でもいい、芝エビだろう何でもいいから、あのシンジの家からお寿司の差し入れをお願いしていいですか。お願い、なんかお願い、そういうのばっかりじゃない最近レイジ君多分、うん、何週間連続で言ってると思う。言ってるよそれ、ね、逆に言うよ、ね、逆に言わないじゃん。なんか僕の逆になんか僕のなんだろう存在意義が、うん、ねえなんかあるあるあるよ。お前の存在意義は十分にあるよな。それは何ですか。もういろんないいところいっぱいあるよ。ほらほらなんかね、ちょっとへこむなよへこむなよ。結構でもねこの卵焼きでお寿司屋さんの腕が分かるとか言いますよね。あ星野さんもそれ分かります、うん、その腕で腕がね。ああ、うん、まあでもやっぱり卵焼きってシンプルなお料理じゃないですか、うん、はい。だからそれをこう美味しく作られるお寿司屋さんはいろいろね細かいところになんかこだわってやってくれてるからきっと美味しいんだろうなっていうところはありますけどね。卵は大事ですよね。うん、レオン君は好きな卵は。あ、卵料理あるんですけど、うん、でもお母さんが作ってくれるだし巻きとかもすっごい好きですよ。あーお母さんのだし巻きね、はい。まあ、時々形が変になってるんですけど、うん、それも美味しいです。あ、うんうん、まあ、味も不安定なんですけど不安定なの。まあどっちも何でももう卵焼きやったら大好きなんでなるほどあのダイヤが作るのはねちょっと甘めにできてんだよね。あーそうかもな、うん、だってお前も甘いのがいいんだろ。まあどっちかといえば卵焼き甘いやつかな。まあその時々それにさこう醤油かけて食うじゃん、うん、それもうまいじゃん。いやどっちなんだよ甘いのか辛いのかどっちも。あ今度胡椒入れてみようかな。あそういえばさ卵焼きを自分で初めて作った時おーできたってなんか嬉しかったのは覚えてる。そうね、うん、あのダイヤさ卵焼き結構こうなんつうの形綺麗に作るよね。いやもう最初大変だったけどでも、うん、あの失言だよね。あの作ってる時の顔マジお前あの眉間にこうシワがあっても職人みたいになってるからね。いやそうなんだよね、まあ、だからめんどくせえからなかなかやんねえんだけど。まあねかっこいいじゃないですか、うん、職人みたいに作ってくれたら。
確かに食べたい。お似合いそう。なんだなんだ。結構うまいからね。うん、へえ。いや練習したんだってほんと。やればできるよ誰だって。こんなにでかい体なのに練習したんだ。だってそれなんか体は関係ない。関係なくね今もうすげえ一瞬点点点ってなっちゃったんだけど。だってかなんかさ最初失敗しちゃってさ。悔しかったんだよ。あ、そうなんだ。だからもうできるようになりたいなと思って、うん、すごい、うん、素晴らしい。ハングリー精神だね、うん、そうできないことはできるようになるまで頑張る。なるほどな。はい、素敵なお言葉をいただいたところでお時間が来てしまいました。あら、たくさんねメールいただきましてありがとうございます。こんな感じで ARP のみんなへの素朴な疑問とかにもね時々お答えさせていただこうと思っておりますので、はい、アメンジングレディオパフォーマンズオンザウェブ、また来週もこの時間にお送りいたします。お相手は ARP メンバーレオン担当、レベルクロスレイジ、レベルクロスダイヤ、 ARP シンジと、そしてナビゲーター私星野拓也でお送りしました。またね、来週もよろしく。気の付いき音に集まって Hey Cheers ダンスフォーは人とかりのリズム鮮やかな光浴びたなら Everybody looking looking Welcome to my world 遠慮はいらない、全部忘れて Crazy crazy more 騒げ It's show time now Come on come on come on come on 止められない未来の先取り、ここが最先端、ファンタスティック、ファンタスティック、既成概念に最強なら、ネオサルバスト、常にアップサイクル、光より速く、ゴー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 、 Welcome to my world、遠慮はいらない、全部忘れて、crazy crazy、騒げ、It's your time now、come on come on come on come on、また足りない。Yeah.